第12、グアダラマ気候不評旅団は、スペイン陸軍の旅団の一つ。1966年2月1日に編成され、当初は第1、ブルネ的講師団霊下にあって、2006年の再編成によりへ、戦力集団司令部令下となっている。旅団司令部を、マドリード近郊北方のエルゴロソに置く、スペイン陸軍唯一の気候部隊である。 1965年1月の参謀本部指令を元に陸軍観察官令165-142号の元で第11グアダラマ師団は解体され代わりに介入部隊を構成する第1ブルネー的公師団令下の旅団として編成されるこれで第12旅団は第11旅団と共に機械化される旅団は1966年2月1日に 編成され、機関部隊には、第31アストリアス機械化不評連隊と、第61トレド機械化不評連隊で、同年2月には、第31アストリアス連隊零化大隊に、M113A1 装甲兵員輸送車が、配備される。第61トレド連隊零化の2個大隊には、 M48 戦車及び M47A1 戦車が配備され1972年まで使用される。第12砲兵軍には M-37105mm 榴弾砲が配備され、1967年には M114155mm 榴弾砲に更新される。1970年に全旅団の再編成は完了する。第61トレード連隊は、 エルゴロソに移住する。1974年に、旅団は、スペイン領サハラの領土問題で相乗が発生し、これに対して出動する。サハラには、第61連隊、第2自動車課題隊と第12砲兵軍が派遣され、同年10月19日に上陸する。1975年6月24日に、派遣部隊は撤収する。百七十七年に、 第61トレード連隊は、最初のフランス製 AMX-30 戦車を受領する。1978年に、第12砲兵軍は、M109A1 バイト 155mm 自走榴弾砲の配備が開始される。1985年の再編成で、L5 レ総基地支援隊が編成され、基地概念の構築の結果、旅団の多様な任務に貢献している。 1992年に第61トレド連隊に M60A3TTS 戦車が配備される。ノルテ計画に従って1996年1月から再編成が開始され、第12グアダラマ機構不評旅団に改編されて第1ブルネ的開花師団の霊化となる。1997年1月1日に通信中隊が旅団司令部に統合される。 また、共同大隊は、解体され、公平中隊は、公平隊に改編される。1998年12月から1999年4月に、かけて旅団は、スプブリナイン、グアダラマスペイン旅団に加わり、ボスニア・ヘルツェゴビノでの平和維持活動に参加する。また、2000年8月から12月には、旅団の、 全部隊から抽出されたスパグッドクシー戦術グループが変装され平和安定化部隊に参加する。2002年には第31アストリアス連隊にピサロ不評戦闘車の配備が開始され年間を通じて M113 装甲車から更新される。同年5月から11月までは旅団霊化部隊をもってスパグッドザバイブマドリデホスグループを変装して ユーゴスラビア領内に移動している。二千四年末には、第六十一トレド連隊に、レオパルト2位戦車の受領を開始し二千五年内に、零下一個大隊の編成定数を満たしている。二千五年三月から十月までは、旅団の全部隊が抽出され、クスプギートィンアストリアススペイングループが変組され、コスボに派遣される。二千六年には、欧霊四月発行四百十六。 2006号に従って陸軍内に重戦力集団の編成が決定される。これに陸軍内の全機械化部隊が集約されるため、大人令114-2006号に従い、第1ブルネテ機械化士団が解体、改編される。2006年11月から再編成が開始され、旅団は重戦力集団の中核部隊となる。 2006年12月から2007年6月まで、クスプフォーセベンティン・トレドグループが変組され、旅団が、機関部隊に指定される。2008年12月から2009年4月まで、旅団の、全部隊が抽出され、LH7 多国籍旅団に組み込まれ、レバノンでの平和維持活動に参加している。ありがとうございます。